こんにちは、自然農法家とほちゃんです、今、菊芋の畑にいます。はい、説明しますと、カヤが生えてますよね。そして、左側の方になぎ倒されたようなやつ、あれは菊芋の、茎が4メーターぐらい伸びて、花が咲いたとか倒れてるんですけど、あ、倒してないのがここにまだ残ってます。これ菊芋なんですね。すごいでしょ、4メーターはないか、3メーターぐらいです。で、この畑はね、実験をしてます。この畑は10年ぐらい前に菊芋が、すごくこう窒素を吸って、それで繁殖力が強いっていうんで、あ、じゃあ荒れ地を開いていくのにいいかなと思って、で、あれ、わざわざ荒れた土地を、草だらけにしてた土地を選んで、それで借りて、で、菊芋を、まあ、そばとかも作ったんですけどね、菊芋を、そばも除草効果があるんですね。植えたんですね。端っこに一列植えて、どのぐらいこっち側に、増えてくるのかなって、結構増えました。でもまだこの茅野のあたりは草刈りをねしてるんですけど、で、ここの真ん中にまた一列、ここはそうですね、6年ぐらい前に植えたのかな。で、一列植えたのが幅1メートルぐらいになってます。思ったのは、これをやってて思ったのは、トラクターで最初ガーって掘って、それで撒けば一面に広がるのが早かったんじゃないかなっていうのが、で、それをやらないのが、その頃自然農法を始めたばかりで、自然農法の、福岡正信さんがやってたやつね、除草しないっていうのに憧れたので、結局それをやったわけですよ。まあ、でも、さっき立ち話してた人も言ってましたけど、一度トラクター、なんていうんですか、こう大きい機械でね、例えば根っこを掘り起こすバックホーンとかで、カヤの根っこを退治してから、ずっと生えてたのに、カヤの中に菊芋の茎がね、こうやってね、これはカヤなんですよね。これはカヤ、これが菊芋です。これはカヤね、ススキ、カヤ、ススキ、これは菊芋です。どんどんね、どんどん入っていくんですよ。だから菊機械も、大きい機械も何もいらないで、退治していくことができます。やるかやらないかはそういう人で自由なんですけど、それでこうやって菊芋のね、茎をそのまんまにしとくと、土地がね、まあ窒素は、余分な窒素は吸ってくれるけど、腐食が増えて、非常に自然の方がやるには適した土地になってくるんじゃないかなと思いますね。ここは本当に草のだらけなので、きっと私が思うに草の頃測ってなかったですけど、酸性土壌だったんじゃないかな。で、今から、ヤフオクで菊芋が落札されたので、4キロ掘りたいと思います。あとちょっと出荷するやつ、さっきから掘ってたんですけど、こうやって掘るとこうやって出てきます。あんまり深いところにはないんですよね。ほら、こうやって
軽くね、サンボーグは小さいクワで軽く掘るだけで表面からコロコロ出てくる、すごく大変ですよ。で今のところは結構、たくさんあるところボードが、ね、あまり少ない、はい、このお芋ですね。菊芋は、糖尿の方なんか、あと血圧が気になる方、それから免疫力をアップしたい方、それからお腹の調子を整えたい方にいいみたいです。はい、それじゃまた。